リスニングでもリーディングでも英語を語順のままに理解する方法、文章を細かく切るサイトトランスレーションをサクッと実践してみましょう。 Hello! ゲラ Language Online 講師の右半身です。リスニングが全然ついていけない、リーディングもめっちゃ時間かかっちゃうっていうね、お悩みみんな抱えてますよね。要はね、英語の語順についていけてないんですよね。そんな時に試してほしいのが、戻り訳をしないサイトトランスレーション。英文の意味の塊で区切って、その場その場を理解していく方法です。では早速やってみましょう。身近な英語として、英語のツイッターの文章を使っていきますね。Let's get started! はい、ということで今日はサン・マクニオさんからの投稿です。じゃあね、最初から言っていきたいと思いますね。サイトトランスレーションなんでね、ポイントはどこで切るかっていうスラッシュ打つところのポイントなんですよね。これって、基本的には動詞の後ろ、それから前置詞の前みたいなルールはあるんですけれども、やっぱり自分が戻り訳をしないところでスラッシュ打っていくっていうのがポイントなんですよね。でこれもね、回数重ねることがすごく練習になるので、センスを磨くためにね、やってってください。今回は私のスラッシュ切りで皆さんにお付き合いいただきたいと思います。さあ、ということで、頭からいきますね。I'm in the library、私は図書館にいます。 and、 そして there is a BF って書いてるんですけど、これね、 boyfriend、 これの省略語だね。そこには彼氏がいる。で、次行きましょうか。 helping、his girlfriend study、彼女が勉強するのを手伝っているっていう状態ですよね。だから彼女が勉強するのを手伝ってる彼氏と彼女がいるんだよっていう感じですね、ライブラリーで。はい、そして、And I've been overhearing、 そして私は立ち聞きをしてしまっているっていう感じですよね。はい、Overhearing、 これで立ち聞きだね。あんまり使わないかもしれないんですけども、知ってたら便利かもしれないですね。はい、で、I've been って言ってるところでね、これ、あれだね、現在完了進行形を使ってるから、ちょっと前から今までずっとなんかこう聞き続けてるんだよっていう、その時制の感覚だよね。これを身につけるとすごく英語っぽくなっていきますね。はい、じゃあ次行きましょう。Parts of their conversation、彼らの会話の一部をっていう感じね。Parts of なんとかっていう言い方ね、日本語っぽくないよね。でもこれ英語ですごいよく使うのでね、これも身につけてもらったらいいかなと思います。次行きましょう。For the last hour、この1時間っていうことですね。この For the last hour、 この言い方もね、よくするよ、よくよく使いますね。はい、じゃあ次行きましょう。 And he just said、そして彼は、ちょうど言いましたですね。Babe, I'm gonna be honest with you.、Baby, 僕は正直に言うよ。このね、I'm gonna be honest with you って、正直なところねっていう言い方ですね。これもすごいよく使いますよ。はい、じゃあ次行きましょう。はい。You're going to fail this test.君はこのテストに不合格になるだろうって言っちゃってるんですよね。ここでね、 You're going to って be going to 使ってるんですけども、 be going to っていうのは明らかにそうなるだろうっていう未来が見えてる時に使うんだよね。例えば目の前に穴があるのに、その穴に向かって穴があることをこう気づかずに歩いている人が You're going to fall っていう感じで言えるんだよね。落ちちゃうよとかね、明らかにその未来が見える時っていう時に Be going to っていうのを使えばいいです。さあ次行きましょう。でショックを受けさせたので、次に I love you、 愛してるよ。 There's nothing、そこには何もないんだ。 We can do about it now、 僕たちが今できることは。こういう言い方もね、すごく便利だよね。 There is nothing から文章を始めていくパターンのやつね。それの反対で言うんであれば There is a lot of things とかね、 There are a lot of things we can do about it now とか、できることはたくさんあるんだよとかね、こういう言い方に変えてみたりとかもすることができますよね。で最後の締めくくりに I'm dead、 これ訳すんであればもう死にそうっていうね、すごい切ない話ですね。彼は彼女にもう絶望しかないっていうことを正直に言ってあげてるっていうことですよね。さあということで、最後にね、通して聞いていきましょう。
その現場にいる友達がなんか電話かなんかでこんなこと言ってんねんみたいなことを言ってるっていうのをこうあの現実味のあるシチュエーションとして想像しながらね、ぜひイメージして聞いてみてください。このツイートを通しで聞いてみるとかなりじわじわきますよね。切ないね。さあじゃあ最後ね、通しで聞いていきます。自分がね喋った側になりたいっていう人は一緒にシャドーイングしてください。いきます。 3,2,1。I'm in the library and there is a boyfriend helping his girlfriend study and I've been overhearing parts of their conversation for the last hour and he just said, babe, I'm gonna be honest with you. You're going to fail this test. I love you but there's nothing we can do about it now. I'm dead. こんな感じですね。お疲れ様でした。 Thank you very much for watching the lesson. I'll see you in my next video. Bye for now. このチャンネルは、わ、イェー右半身、左半身、現役英会話講師による夜、面白くて楽しい英会話学習チャンネルになってるんだよ、よ。だからまずはチャンネル登録よろしくお願いします。